はい、皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。一条と申します。とりあえずフルブドウが取ってきたよ。X2 が強くなったと聞いて触ってきたけど、ほんと使いやすくてびっくりしたよ。じゃ、本編行くよ。相方は師匠のエクシア。相手は V2 と F91。コスト的にはこっちが辛いね。師匠、どうします？お前前行ってこい。え？あ、はい。ということで私が前でマントを使ってロック集めに行く作戦に。おまんからねえ。おお、エロビっぽくなってるね。BGM 好きだわ。ウエストに好きとしてはたまらない。もう一度戦がねえとか入らないんかな。ちょっと鉄塔やりすぎたな。もうちょいでマント溜まるし、師匠そんな被弾してないから前をピクとしよう。甘く見られたものだな。正確涼しい確 AD じゃなければ全然いける。とそうだ、ブースト限界しないんだったね。ブーストるつもりで動いちまった。ということで甘えでロビブッパなんとかヒット。なんかマントが N 角に化けた。クワラで当たんね。生で1程度ならねじ込める。お姫さんが楽しそうで何よりです。あ、お前まだ落ちてなかったのか。悪い先落ちしたわ。え、師匠何言ってんすか？ 2020 ですよ。え、あ、マジだ。やべえ、2020だと思ってたわ。X2 強え。まあ使ってる私もたまに自分が2000だって忘れるくらいだから、仕方ないね。なんかこの大通信ボタン弱いんだよね。さっきから押してるんだけど反応ない。強めに押さないとダメみたいだ。さすがの師匠だぜ。グリグリなってもエクシアは健在のようだ。コスト的にはいいんだけど、エクガンコエイ。え、何あの挙動。エクガンの挙動が不明すぎてすごい怖い。やってくれる。当てる。ジョーク。浮気がない。当たり。そこか。攻撃開始。こちらウィングゼロ。ゼロビがダガー消してくれたね。ラッキーラッキー。 F-1 結構しゃべってんな。うお、早い。お前に任せよ。はよー。今度はあれが体力満タンでくんのか。やべえ、先落ちしてしまいそうだ。ああ、相方ごめん、ちょっと助けにはいけないよ。あ、やべ、またブイスとあるつもりで動いきました。マイトちゃん失敗。正直エクガンが予想以上でだいぶ勝ってます。違って、マイトある気がして。だけて、なんかもうごめんなさい。全般なぜ覚醒。相方やどうしか頭にない。相方よりこっちのがヤバいのにね。ドケンテスト。ダントロック。いけるいける、ワンチャンある。ここでリペア落とせれば。ドキドキ。